Yeah!
ありがとう。どうも。ありがとう。 怪しいのはあの姉ちゃんじゃなく大資本製薬か。そう言われるとリンを襲ってたっていう黒服連中のことも説明がつきそうだな。まがいもので手一杯なのに色々面倒が多いな。お、そういや瓦礫用のサーフェイサーが切れてたの唐突に思い出したぜ。まとめて買って帰るから運ぶの手伝ってくれよ。 何渋い顔してんだよ。飯でもおごるからさ。ん？何言ってんだ？って。
っと、なんだこいつら。貴様ら、凛の協力者だな。はあ、俺たちがか。彼女の身柄を渡してもらおう、もしくは居所を吐いてもらう。んなこと言われても俺たちが知るわけねえだろ。隠し立てするとためにならんぞ。知ってどうする。お前たちには関係のないことだ。少々痛い目に遭ってもらうか。大人を舐めるとどうなるか身をもって分からせてやろう。くそ、なんとか切り抜けるしかねえ。こっち。せい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 くよ。せーの、それ。
ハハハ、おととい来やがれ。ま、戦ったのはお前で、俺は逃げ回ってるだけだったかな。もしかしてさっきの奴らが前に言ってた黒服連中、大資本製薬に縁がありそうな奴らか。俺たちのことを凛の関係者と思ってたみたいだけど、お前がこの間瞳子と一緒に凛を助けたからだよな、きっと。こりゃあの姉ちゃんの知らないところでなんか動いてそうな線が濃厚だな。あの姉ちゃんにも報告しといた方がいいだろうな。なんか嫌な感じだな。秋葉が狂ってきてるぜ。それでもまあ俺たちのできることを地道にやるしかないんだよな。とりあえずモグラに戻るか。サーフェイサーはまた今度だな。連中に襲われた？凛を襲ったってやつらか。何なんだろうなあいつら。俺たちを凛の仲間じゃないかなんて言ってたけどさ。ん？先輩、携帯鳴ってませんか？メールの着信かな。電車が参ります。白線の内側に下がってお待ちください。ちゃんと一人で来たようね。のこのこと出てくるなんて本当にお人よしね。やっぱりこのメアドはあなたのものだったのね。あなたのメールアドレス、大資本製薬から持ち出したデータの中にあったわ。なぜかしら。そうかもしれないわね。だけど他に考えられる要素があるでしょ。あなた最近バイトに申し込んでない？メールでレアグッズ目当てに。そう、そのまさか。大資本製薬にあったアドレスは組織に、バイト申し込みをした人たちのもの。アングで愚鈍で鈍感なあなたにでもさすがに想像つくでしょ。大資本製薬と組織は、つながっている。何のために彼らが手を組んでいるのかは、わからないけど。
まがい者と何らかの関わりがあるのはまず間違いない。私のことはどうだっていい。余計な詮索をしないで。ただ私の目的だけは教えといてあげる。私はまがい者を一掃し、その根源を断ちたい。そのためには手段は選ばないわ。まがい者は人の世にいてはいけない存在だから、秋葉の平和を取り戻す。その点では私とあなたたちの目的は一緒かもしれないわね。だから条件次第ではあなたたち秋葉自警団に協力してもいいわ。一つ、私の詮索はしないこと。そして二つ目、あなたたちと一緒にいる時風雫をこの件に関わらせないこと。彼女とは昔ちょっとした因縁があってね。顔を見るのも嫌なの。私は有益な情報をたくさん持っているわ。知っての通り戦う力もある。雫を追い出しても全く問題はないはず。よく考えて、あなたたちが最終目的にたどり着くにはどの選択が正解かを。あともう一つ忠告しておいてあげる。アモー前夜、彼が秋葉自警団というよりあなたを探しているわ。近々あなたたちの前に現れるかもしれない。一度飼っているからといって慢心しないことね。さっきの提案の答えはしばらく待ってあげる。じゃあね、迷えるおバカさん。驚いたな。リンから協力するって申し出が来るとは。秋葉の平和も守るマルチタレントだったんですね。でも雫を事件に関わらせるなっていうのはどうも腑に落ちないね。大資本製薬のことは春日井さんに直接聞いた方が。私がミアドに連絡を送ったけど音沙汰なしです。フリーダムに見えても社長だからな。忙しいんだろ。どっかの零細ゲームバーの店長と違ってな。おい、さりげなくディスるのはやめろ。自警団がリンと手を組むのならそれでも構わない。私は一人でもまがい者たちを追うから。ちょっと待ってよ。今までうまくやってきたんだから一緒に頑張ろうよ。ありがとう。リンの件はとりあえず保留にしておけ。それよりもそろそろ定期パトロールに出かけてくれるか。大資本製薬と組織の関係も気になるけど、やるべきことはやらないとね。ええ、じゃあ見回りに。ヨドバシ周辺から行きましょう。
張れよ。頑張れよ。一勝負。No!
せーの、